今沢渡温泉の山の中に来てます。皆さん見えますでしょうか。送電線がの鉄塔がいっぱいあります。新潟や東北から東京に向かって電気を送っています。その送電線の鉄塔の数が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24本立ってます。この鉄塔がないと電気を新潟および東北福島から東京都に送ることはできません。こういう鉄塔があって電気が東京の方に送ることができます。以上、レポート終わります。